アクスはガスコの首都ダラスクスの通った後、おのれ了解。ガスコ軍がどんなに強固な防衛陣を、さて、アクスはバナルガンドの内部にコアを設置するため、タラスクスの速度を上げバレシアの中央に乗り込んだ。なるほど。さて、アナルガンドよ。バレシアから響いてくる激しい。ねえねえ、絶望的な顔をしたラジオからはジャンヌ。バナルガンドを目覚めさせるため、遥かなる時をこれまで命を懸け、バナルガンド様を殺すために、私は、私は呪う。何なのです？行きましょう。行くよ。行きましょう。攻撃の準備を。
しょう。聞いた。うん。突然、ラジオの声はノイズとともに、それに変わるように、今度はあの光る少女が浮かび上がった。光る少女の姿と雰囲気は少し大人びていた。彼女もまた、ラジオの声と同じくジャンヌと名乗り、子供たちを困惑させた。何なのです？おお。よく聞いて。お願い。まあそうだね。ああ。それは、そうね。子供たちに。ジャンヌの長い説明のすべてを理解することは難しかったが、やらねばならないことは分かっていた。バナルガンドを倒して平和を取り戻す覚悟を決めた子供たちは、決戦の地となるであろうパレシアへタラニスを走らせた。
タラニスは首都パレシアの地中で眠っていたバナルガンドが立ち上がろうとして、大地は大きく、山の地面はところどころ剥がれ、バナルガンドの体表や足のようなものがはっきりと見える。タラニスを進めながら、ジャンヌはこれからの作戦内容を子供たちに説明した。よく聞いて。よし、行こう。やったわ。
諦めないぞ。Thank you.
を出して。ナルガンドはその獅子を、そしてガスコ全体を見渡すように大地が悲鳴を上げ、まるで血が噴き出すかのように火柱のカーテンが立ち上がる。かつてない衝撃に大地が割れた。割れた大地の裂け目からプラズマ放電で輝く雲海が垣間見える。それはガスコの浮遊大陸を分断するほどの衝撃だったのだ。タラニスは振り落とされないように擬態を食い込ませながら動きを止めたバナルガンドの背中のパレシアを走っていた。後から集結しタラニスの動きを察したガスコ軍がおとりになり、バナルガンドの動きを最小限度に食い止めていた。戦車前へ。やっほー。
をつけて。問題ない。わかりました。やだ、俺に任せろ。進みましょう。バナルガンド内部への潜入。よく聞いて。バナルガンド内部の開けた空間にたどり着いた。空間の奥にはタラスクスがバナルガンド内部と融合するように一体化していた。全体から共鳴する。アクスとバナルガン、許せない。こら、お願い。気をつけましょう。しないです。
んだと？集中しろ。アナルガンドイ。見せろ
捕まるか。アナルガンドイス。やられてたまるか。
集中しろ。
ジャンヌが重い口調で子供たちに告げる。ジャンヌの次の言葉を待たずに子供たちが力強く答えた。僕は長男だから。大丈夫よ。心配ないぜ。大丈夫。俺に任せろ。心配しないで。わかりました。バダルガンドの苛烈な攻撃により、すでに大陸はいくつもの島々に分断されていた。バナルガンドがいるパレシアもまた大陸から隔離されるように分断され、それだけ孤立した浮島状態となっている。そのバナルガンドが突然内部から爆発し、パレシアの浮島もろとも粉々に崩壊してしまった。飛散したバナルガンドの残骸が眼下の雲海へと落下していく中、一つの塊が残骸から飛び出した。その塊はまだ浮遊している陸地の一つに激しい衝撃音とともに不時着する。それはもはや再び動くことはできないと思えるほど大破したタラニスであった。その数時間後、ベルマン帝国軍の飛行船を奪ったガスコ軍により、タラニスの中で意識を失っていた子供たちは救助された。いたぞ。侵攻作戦の総大将を失ったベルマン帝国軍は残存した兵力をまとめ撤退し、その後ガスコとの停戦協定が結ばれた。浮島軍となった島々での生活を強いられたガスコの人々は、
ベルマン帝国軍から得た飛行船の技術を使い生産を急いだ。大陸が崩壊し、戦争の傷が心身ともに深く刻まれたガスコの人々は、それでも少しずつ前に向かって歩き始める。戦いを生き抜いた子供たちは、失った仲間の命を背負い、強く生き抜くことを誓う。決してみんなのことは忘れない。心を思い出す安らぐ人。